今週のはしかりは宮城の定番観光地松島をご紹介します。おなじみのスポットから松島のグルメ、ちょっと変わった体験もご紹介します。日本三景松島で遊覧船をやらせていただいております。その中で遊覧船と松島の冬の味覚牡蠣を一緒に食べていただくということで、日本三景の美しい島々を見ていただきながら鍋をつついて食べていただくという冬の特別企画になっております。仙台味噌仕立てで熱々の牡蠣を召し上がっていただくもので、とても好評で毎年来ていただいている方もおります。特別企画になっております。日本三景の美しい島々の船を乗っていただいて、あとは仙台名物の笹かまぼこをご自分で焼いてその場で召し上がっていただいて、あとは松島の冬の味覚の焼きたての焼き牡蠣を召し上がっていただくスペシャルな3点セットになっております。松尾芭蕉も来たと言われる松島を、ぜひ日本三景の美しい島々を船に乗って堪能していってください。はしかりでは皆さんのおすすめを募集しています。ご覧の SNS に冬ならではのグルメ、スポット、お気に入りなどを投稿してください。お待ちしてます。